PDCA School。こんにちは。高専、高専受験のための学習塾、YouTube チャンネル、PBCA スクールと KPC の谷にでございます。今回の動画は、新高専1年生の皆さんに向けて、高専の1年度分、1年間のスケジュール、大体の年間行事というものをざっと見ていきたいと思います。よろしくお願いします。今から入学する方にとって、大体どの流れで1年間高専生活が進んでいくのか、というものを先に分かっておけば、ちょっと見通しが良くなって、安心して春休み過ごせるかな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、4月から3月、というふうに見ていきたいと思います。それではまず、4月から。4月ですね、桜が咲いて皆さん高専合格おめでとうございます、これから5年間頑張りましょうみたいな感じで始まると思います。でやっぱりですね、入学式とオリエンテーションがまず一発目の行事になります。オリエンテーションって何かと言いますと、始業式とか年間の過ごし方の先生のプレゼンとか、あと注意点ですね、こういうことやらない方がいいよ、ツイッターであんまり調子乗らないでねみたいなことを言われると思います。あと健康診断とかですね。で新入生はですね、3月末から4月頭に高専1年生の授業で使う教材の取りまとめ購入会みたいなものがあると思います。先輩方はすでに春休みに終えていることが多いです。高専によっては新入生合宿、親睦を深めるために5年生のお兄さんお姉さんと研修施設に行ったりして、みんなの顔合わせみたいなものをすることもあります。5月、高専の授業にも慣れて何ヶ月か経ったってところですね。ゴールデンウィークがあって4月の新年度スタートのバタバタが一旦落ち着く頃ですね。高専によってはクラスマッチ、運動会もどきですね、そういうものがあります。体育祭がない高専はクラスマッチがある印象があります。で5月から6月にかけて専攻科の一般推薦入試が行われる高専も多数派となります。専攻科というものは高専本科5年間を卒業した後2年通う大学3、4年生に該当する高専の中にある教育機関になりますね。5月ということで、来月の6月に向けて前期中間を控える高専が多いので、やっぱり5月の月末というのはテストの準備に追われることになると思います。6月ですね、前期中間テストがある高専がほとんどです。一発目の試験です。一発目、2ヶ月足らずで来ます。ここで転ぶとズルズル行きがちです。モチベもガクッと下がります。びっくりするほどに。平均85ぐらいは欲しいですね。インターハイ予選とかと被っている都道府県高専もあるので、やっぱりテスト優先で忙しい時期になる可能性もあります。7月ですね、夏です。中3向けにオープンキャンパスがありますね。皆さんが次は中学生を迎える番になるわけです。学年に5、6人ぐらいは借り出されるんじゃないかなと思います。お手伝いということですね。興味がある人は先生たちのお手伝いをしてあげてくださいね。そして高専体育大会の地方予選もあります。中国、関西、四国、九州、沖縄、北陸、東北、北海道、関東、近畿みたいに地方ごとにブロックに分けて戦います。高専だけの体育大会なので、いきなり地方戦からになるわけです。インターハイだと地区、県、地方、全国のような流れだと思うのですが、高専は違います。県大会を飛ばしているわけですね。競技のレベルは大とかスポーツによるんですけど、一般的に平均すると県大会より少し層が浅いぐらいです。大丈夫ですか？県大会より少し層が浅いぐらいです。なのでインターハイ予選の県大会で上位入賞できる実力がある人は余裕で勝てると思います。そしてもちろん上位大会というものも存在します。高専体育大会の地方予選で上位入賞できたチーム、個人が全国高専大会に出場することができます。やはり高専の大会、層が、浅いって言ったらちょっとあれですけど、層が、厚いわけではないので、浅いので、早い人で低学年で全国大会出れましたという人は全然珍しくありません。僕も5年生の時に陸上競技短距離やってましたので、中国地方地区の大会で結果を残したりとか、全国高専大会に出場させてもらっていました。で短距離だったんですけど、だいたい 100m11 秒3とか 200m22 秒3とか 400m50 秒3とかで走ってました。中学生の全国大会行けるかなぐらいのレベルです。少し早いかなぐらい、平均よりちょっとすごいねぐらいの腕前の選手でした。8月です。
夏真っ只中で暑い時期ですね。前期期末試験がございます。この時期は高校生の友達や知り合いは夏休みなので、高専生はすごい顔をしながらテスト勉強をすることになります。なぜかというと、もうあいつらは夏休みでインスタやツイッターでお出かけしている様子をアップしてたり、休んでるわけですからね。その間前期期末試験にあえいでいるわけですよ、高専生は。で、前期期末なので気が抜けません。なぜかというと、半期科目というものがあるので、単位が前期期末の時点で確定する科目があるからです。また前月、前の月の7月の、高専体育大会で疲弊してたり燃え尽きている部分もあるので、なかなか試験に切り替えられないという一面もあります。しかもですよ、しかも全国高専大会に進めれた人は、進んだ場合、全国高専大会は8月にあるので、それとこれが重なったりしたら本当に忙しいです。そして前期期末試験が終わったら無事夏休み、8月の第1週か第2週でようやく夏休みに入る高専がほとんどかなと思います。9月行きましょう。9月は丸々と夏休みです。いや、最高ですよ、本当に。前期期末で横目で高校生たちが夏休みを楽しんでいたところ、今度は僕たちの勝ちパターンです。皆さんが夏休みを終えて9月から登校日だって時に、僕たちは丸々っと9月いっぱいぐらいまでは夏休みなわけです。やったーって感じなんですね。で、思いっきり遊んでください。で、思いっきり部活して、思いっきり勉強もしてください。ですが、やっぱり将来的に楽できる人というのは、ここで思いっきり自分の興味のある勉強をしたり、努力をしたり、課外活動をしているイメージはあります。やっぱり高校生は大学受験に向けてがっつり準備しているところだと思うんですけど、高専生はそこに関しては各人の各人のやっぱり自主性に委ねられているわけなんですね。で、どう時間を自分に投資できるかで将来への種まきになりますから、これはそれはするかしないかでやっぱりかなり変わってくるわけですね、この9月の過ごし方。半分以上の人が気づいたら夏休み終わってて、相当頭も鈍っちゃうっていうのが、歯に衣着せず現実を言うとそのような形になります。多数派になるか少数派になるかはあなた次第ということになるわけです。10月です。秋ですね。後期授業開始となります。9月いっぱいで、9月末ぐらいで夏休みが終わる高専がほとんどなので、後期授業が10月の頭から少なくとも開始することになります。ロボコンの地方予選があるところが多いと思います。これもブロックごとに開催されますね。また文化祭ですね、俗に言う高専祭とか、高専ごとに名称があるわけですけど、それを控えている高専も多いので準備が本格化することになります。月末にある高専が多い印象はありますね。で、保護者面談を任意でやる高専はありますね。テストごととか、学期末ごととか、このタイミングである高専もあります。で、肌寒くなってくるので、高専祭、文化祭は温かい食べ物がよく売れるイメージですね。僕はね、バザー担当をして運営したりとか、部活とかクラスのバザーを運営したりとか、高学年になったら全体の運営側に回ったりして、ネプリーグのトロッコアドベンチャーみたいなアトラクションを制作したという思い出があります。ここでいろいろ高専祭で役員とか人がしないような取り組みをしておくことで、就活や面接でのネタというものができるので、超おすすめでございます。11月、ロボコンの全国大会がありますね。で、多くの人にとっては、いろいろ行事をこなしてきて、落ち着く時期になります。なので、行事予定表とか見ても、11月は結構時間がある、ゆとりがあるイメージがあります。ただし、後期中間テストがそろそろ来るぞっていう風に、月末ぐらいからちょっと忙しくなるというイメージです。12月ですね。もう完全に寒いです。後期中間テストがございます。いや、3回目ですよ。年間での3回目のテストなんですけど、11月の末ぐらいから本格的に準備しているはずです。後期中間テストが終わったら、そう、冬休みですね。あ、やっとようやくまた一息つけるって感じです。だいたいクリスマスぐらいから年始の7日ぐらいまでが冬休みになるパターンが多いですね。1月ですね。新年明けましておめでとうございますということです。いや、2023年も始まってもう1ヶ月2ヶ月経とうとしてるんですね。早いですね。今2023年の2月の半ばに動画撮ってますけど、いや、ほんと早いですね、時間経つので。1月になるとやっぱり中3ですね、高専受験生の推薦入試があるわけです。入試日はもちろん立ち入り禁止になります。部活も禁止です。在校生は校内に入ってはいけませんというふうにアナウンスが来ると思います。
この時期は高専4年生は研究室決めで、5年生最上級生は卒研発表、卒業研究の発表の準備が佳境に入る時期になりますね。忙しいんですよ。またこれについては詳しく違う動画で話そうと思っています。月末には在校生の学年末試験っていうのが控えているわけです。先生、学生、受験生、先生、学生、受験生、本当にてんやわんやの時期ですね。そして2月ですね、冷え込んでいます。初旬に在校生の学年末試験があります。もうここで進級できるか単位があるかどうかのスコアが決まるわけです。ほとんど最終決定される時期です。誰が落ちそうか留年しそうかっていうのも大体雰囲気とか本人からの情報でわかる時期になっています。で、中旬に高専学力入試が行われるわけです。つい先日行われましたね。2月10何棒ですね、第2週の日曜日となります。で、月末までに学年末試験が採点されて返却されて、晴れてきちんと勉強していた人は2月の末に春休み突入ということになるわけです。で、4月の頭まで春休みということで、もうヒャッホーということで、もうここで大体学生としての忙しい時期はほとんど乗り越えたということになります。最上級生は卒業研究の発表などがあります。ちょっと忙しいです、まだ。そして3月、まるまるっと春休みになっているんですけど、5年生の卒業式が中旬にあります。春休み中に行われるので、ずーっと学校がないまま、3月の当日、第2週、第3週ぐらいなんですけど、ひょいっと学校に行く感じで、卒業式なんですけど、なんか変な感じです。で、高専の卒業式っていうのは、在校生としても、卒業生としても、これ一応高専の卒業証書の入れ物ですね。そう、これあるんですけど、参加したことあるんですけど、全然ね、しんみりとした雰囲気でもなく、泣いている人なんかいません。もし、誰か在校生の方へ見ていらっしゃれば、うちの高専は小学校とか中学校みたいにお涙ちょうだいの悲しい雰囲気の卒業式ですっていう高専があれば、教えてほしいぐらいです。みんなね、高専のことは大好きなんですけど、きつかったこともたくさんあるので、やっと卒業できる。5年間やっと終わったぞと。晴れ晴れとした気分に近いかなというふうに思います。もちろん名残惜しくて寂しいなっていう気持ちもありますが、全体の 5% ぐらいかなというふうに思います。まとめと補足です。1つ目、試験は6月、8月、11月、2月にあります。2週間前からはコツコツやっておくと楽です。もっと言うと、毎日コツコツしておけば、授業中にきちんとやっておけば、テスト週間は逆に落ち着いて時間に余裕があるというパターンもあります。自分の性格に合わせて頑張っていただきたいなっていうふうに思いますね。そして2つ目、高専4年生は夏とか秋頃から進路を検討しきります。もう大体舵取りを終えている状態にします。で、就職とか進学などですね。で、情報収集で忙しくなるかなというふうに思います。そして3つ目、夏休みは8月の中旬から9月の末までの1ヶ月半、春休みは2月の末から3月末までの1ヶ月が長期休暇となります。普段の土日を合わせたら、1年で丸々高専に行かない日っていうのは3ヶ月から4ヶ月ということになります。お休みが多いですね。高専の授業だけではやっぱり技術力や実務的なスキルっていうのはぶっちゃけ身につきません。ぜひこのような長期休暇を活用する時間活用というのを意識していただきたいなと思います。皆さんにはその一歩として、この中学3年生最後の春休み、この春休みをどう使うか、ここでもう最初の一歩が試されているわけなんですね。何度も広告していますが、高専に入ったらライバルたちが少なくとも中学校で上位 30% 以上の実力の皆さんの同い年の学生がいるということになります。その中でやはり落ちぶれないように前もって余裕を作っておきませんかという呼びかけになります。塾講師学習塾クオリティ、高専卒で1万5000時間以上を授業したプロとして、高専の1年生の内容の講座、英語、数学、物理、科学、生物、プログラミングご用意いたしました。一緒にロケットスタート聞きませんかというご案内でございます。俺もう 1,2 ヶ月先までやってる状態だぜという圧倒的な状況を一緒に作っていきませんか。いつでも競争の世界っていうのは先行者優位になります。いつでも先に動いた者勝ちなんですね。超安価リーズナブル価格となっております。合格した皆さんへのお祝いの意味で 80% から 90% オフの価格となっております。皆さん合格おめでとうございます。コメント欄と概要欄から皆さんのチャレンジをお待ちしております。今回も最後までご清聴いただきありがとうございました。PDCA School. Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.